皆様こんにちは、菅中国です。中国の複数の省でデルタ株が猛威を振るっている中、江蘇省揚州市はこのほど弱層でクラスターが発生し、感染状況は深刻地域となりました。 PCR 検査を受けようとする大勢の地元住民はソーシャルディスタンスを無視して検査所に殺到したため、さらなるクラスターが発生しました。江蘇省衛生健康委員会は9日、同省では8日の0時から24時までの間に新規感染者が38人確認され、7月20日以降、揚州市だけで346人の新規感染者が確認されたと発表しました。さらに揚州市の一部の PCR 検査所では、1メートルの安全距離を空けるというソーシャルディスタンスを無視して、互いに会話したり隙間なく長蛇の列を作っていたため、現場の秩序は混乱し、感染のさらなる拡大につながりました。ネットユーザーは揚州市 PCR 検査所が混乱している衝撃的な動画を投稿しました。当局は市民が PCR 検査を受ける際に、1メートルの安全距離を空けて並ばず、知り合いと会うとおしゃべりしていたため、現場を混乱させてしまうことになり、また医療従事者不足で検査の受け方がわからない人もいて、長蛇の列ができてしまったといいます。揚州市の感染拡大が手に負えなくなったため、当局は4000人以上の医師や看護師を揚州市の支援に投入しなければなりませんでした。7日24時まで、25人は7月29日に、ワントーチン連合村の PCR 検査所で感染しました。そのうち3人は医療従事者であり、残りの22人は検査を受けた住民で、最年長は80代の女性、最年少は5歳の男の子です。揚州市の検査所だけではなく、南京市、武漢市、鄭州市などの検査所でも混乱する場面が現れました。多くの人が群がり、さらには口論や喧嘩、叫び声などが混乱に拍車をかけていました。また、マスクを着用しないで現場に並んでいる人もおり、市民から非難の声が上がっていました。南京市で2歳の幼児は、7月21日に家族で PCR 検査の列に並んでいるとき、身内が近所の人と親しく会話をしたことがきっかけで感染しました。鄭州市金水区の市民は、中国メディア健康時報の記者に、PCR 検査所は雑然とした人の山で、現場の秩序を維持するスタッフもいなかった。さらに、マスクを着用しない人もいた。もし行列の中の一人が感染したら、何人が感染するかは想像がつかないと語りました。揚州市観光区に在住する劉さんは、7月28日に PCR 検査を受けに行ったが、現場は非常に混乱していて、皆さんは安全な距離という概念が全くないまま、隣り合って並んでいたと述べました。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。